俺は副長の判断力を信頼している。あの人が何の考えもなく動くはずはない。それに軍隊に必要なのは和気あいあいとした仲間意識ではなく厳然とした指揮系統だ。そりゃまるっきりの正論だけどよ、俺は別に仲良し小石してってわけじゃねえんだよ。ただな、昼間のことでかなりブチ切れてたからな。今頃焼け酒でもかっくらってるんじゃねえか。さすがにありゃ俺も呆れた。このご時世大名なんて立場に何の意味があるんだろう。将軍は祭りごとを行う権利を朝廷にとっくに返上しちまってる。徳川幕府も今や数ある藩の一つに過ぎねえってのにな。新選組にいるやつ全員が大名になりてえわけじゃねえんだよ。新八はああ見えていいとこの生まれだからな。剣術バカで脱藩して、つまりは剣に生きるために侍を辞めたんだ。誰かに仕えるため、侍って身分に戻るために戦ってきたわけじゃねえんだけどな。新選組が何を目指してるのか、俺にもよくわからなくなってきたぜ。少なくとも俺は大名なんて堅苦しい身分に興味はねえし、どうしたもんかな。ん？なんだ？俺に答えられることなら何でも聞いてくれや。なんだよ、やぶから棒に。俺の夢なんて聞いてもつまんねえぜ。ありきたりだからな。新八や平助には言うなよ。それが聞いたら腹がちぎれそうなくらい笑いやがるに決まってんだから。俺の夢はだな、惚れた女と正体を持って静かに暮らすことなんだ。金はまあ
嫁さんを困らせない程度に稼いときゃいいかなって思ってる。ありきたりな夢だろ。切った張ったの中で生きてるとな、何の変哲もねえ毎日ってのが恋しくなっちまうんだよ。このままだと叶わずに終わっちまいそうだけどな。ありがとうよ。そう言ってもらえると意地でも叶えてやろうって気分になっちまうぜ。どうした？暗い顔してるみたいだが、もしかして俺おかしなことでも言っちまったか？よう、どうしたんだ？そんなしけた面して。お、こんな格好してるからわかんねえのか？俺だよ、俺。原田佐之助。土方さんの指示だよ。どうしても和服じゃなきゃ嫌だってやつ以外は洋装にしろってさ。大げさだな。でもまあそんだけ驚いてくれたんなら、窮屈な思いをしてきた甲斐があったか。敵は全員洋装だからな、西洋式の戦闘にはこっちの方が都合いいんだろ。しかし
このボタンってやつを全部止めると襟首がやたらと苦しいんだよな。これだけは何とかしてほしいぜ。来てねえみてえだな。多分故郷に錦を飾りてえって気持ちがあるんだろう。ったく何考えてるんだ近藤さんは。今は宿にこもってどんちゃん騒ぎしてる場合じゃねえだろうが。そんなんじゃ五分城なんて守れっこねえぞ。大将としての自覚を持ってくれってんだよ。落ち着け。近藤さんも考えなしに酒かっくらってるわけじゃねえよ。日野の若い連中が入隊を希望してるらしいんだ。新しく入った大使と打ち解け合うには酒が一番だろう。だけど今は一刻を争う時じゃねえか。そん時にな。お聞かせしたいことが。うん、どうした。甲府城にすでに敵が入ってるだって本当なのか。そらはっきり確認できたわけじゃありませんが、間違いないかと。局長に伝達しろ。敵に蹴取られないように進軍するぞ。男の風上にも置けねえ奴らだな。命を懸ける覚悟がねえんなら最初から名乗りなんてあげなきゃいいと思うんだな。よし、みんな集まってくれ。合議を行うぞ。俺は引くべきだと思うぜ。奴らに先を越された以上この人数で城を取り戻せるわけねえよ。俺も新八の意見に賛成だ。軍記物の小説が好きな近藤さんなら分かってると思うが、城攻めってのは相手をはるかにしのぐ兵力があってこそ成し遂げられるんだ。このまま攻め入っても大使が無駄死にするだけだぜ。俺は大の方針に従う。この地に布陣し敵の動きを見る。奴らを素通りさせるわけにはいかん。お上から支度金をいただいて出陣したのだ。おめおめと逃げ帰っては慶喜公に面目が立たんではないか。そうだそうだ、薩長ごとき恐るるに足らず。局長、どこまでもついていきます。この人数で新政府軍を相手にするって正気なのかよ。あんた何を年狂ってやがるんだ。
俺が援軍を呼んでくる。お前たちはここで大使の指揮を取ってくれ。出陣が遅れているが、こちらに合流する予定の部隊があるんだ。援軍さえ到着すれば城攻めも難しくはなくなる。もう少しだけ辛抱してほしい。あんたがそう言うなら仕方ねえがな。よし、二人じゃ俺は江戸へ戻る。ここは頼んだぞ。羅刹隊の連中に預けずに済んだのはありがてえが、まさかこんな無茶苦茶な戦いに参加させる羽目になるとは思わなかったな。悪いな、大変な目に遭わせちまって。女を戦場に出すなんて、どんな事情があっても誇れることじゃねえんだがな。まあいいか、こうなっちまった以上お前のことは俺が守ってやるから心配すんな。前みてえに何もできずに負けちまうのはもうごめんだ。そういやお前、この戦を乗り越えたら何をしてって思ってる。何もかも終わっちまった後、どんな風に生きていきてえかってことだよ。俺はできれば静かに暮らしてって思ってるんだが、お前はどうだ。なんだなんだ、綺麗なベベ来て大名の家にでも嫁入りしてって思ってんのか。なんだそんなのでいいのか。贅沢だっつうからもっとすげえ夢なのかと思ってたんだが。女ってもっと強欲なもんだろ。お前って本当に欲がねえよな。